北の宇宙たちのベースト、本君です。おやし週間生活始めます。ルールとしては1週間もやしだけを食べ続けます。かつお節とかキムチとか、まあ、そういう付属なものは OK としましょう。はい。であとは飲み物も OK です。例えば水だけは OK ってなると水生活になっちゃうから、あ、そうだ、そう、変わらずになっちゃうから飲み物は OK にします。あとはもやしに制限はないと、まあ、1日どんだけ食べてもいいということでいきましょう。はい。まあ初日ということで、はい、まずは、まあ、あずきさんが動画で食べてた5袋、まあ、5袋1キロぐらい食べてたんですね。ポン酢、ニンニク、かつお節。はい、ごちそうさまでした。というわけで、初日もやし1キロ食べきりました。いや、まあ、ほとんどね、1人で食べましたよ。うん、うん、おはようございます。もやし生活2日目になります。というわけで、このもやし2袋を使って朝飯食べていきたいと思います。でもね、昨日もやし1キロ食べて結構ね、腹持ちいいんだよね。なんか調べたんですけど、なんかもやしって結構腹持ちがいいらしいですね。なんかダイエットにも最適みたいな、情報を得ることができました。なんかちなみにさっき文系さんからなんかもやし生活頑張るよ的な LINE が来ました。なんだあいつ。2袋ってなるとやっぱ多いな。めっちゃ多い。はい、というわけで完成しました。バター醤油でもやしを炒めて、そこに海苔を振りかけて、最後にごま油かけました。ちょっとだけタラコスパゲッティに見えるな。わっ、うん、まい。はい、ということで、ね、お腹が空いたのでまたもやし料理を作りました。はい、何ですか。焼肉のタレで炒めたもやし。おう。そしてこれはもやしのナムルを作りました。あ、初の冷たいもやしの料理だよね。その量のナムル食べないよな。うまっ。あ、うまいね。最高。ああ、だってこれめっちゃうまい。食ってほしい。はい、夜になりました。明日は朝から撮影と打ち合わせなので、弁当的なので作ろうかなと思います。はい、というわけでタッパに入れて、もやし弁当が完成しました。こっちも今から手加えて、まあ、保存でもやし料理作っておきます。もやし生活3日目になります。はい。今日は朝から撮影だったんですけど、はい、なので弁当を作ってきました。じゃあいただきます。うまっ。ほんとうまい。もやしって夏バテにいいらしいよ。あ、そうなんだ。うん、だからこういう暑い人がいいかもね。今日も特に暑いから。確かに、なんかハマったらずっとそれでいける人だしな。まあ、はい、夜になりました。ただいまもやしを茹でております。いやー、匂いがね、もうもやしなんだよね、当たり前なんだけど。はい、ということで、もやしを茹でて、そこにキムチ鍋の素と鰹節を追加しました。はい、それじゃあラスト美味しくいただいていきたいと思います。もやし生活4日目になります。あ、4日目かも。今日は UFO リハなんですけど、あら、こいつらがいました。あっ、やったわ。あってもたわ。今日いなかったから最初ラッキーって言ってた。あいつら触りやがって。上にいたから。せあれ、ちゃんとしてるじゃん。ちゃんと美味しそうやん。匂い匂い匂い。あ、美味しそう。美味しそう。じゃあこいつらの前でいただきます。4日目の中で。あ、羨ましいわ。いいな。もやし、美味しいやん。あ、美味しそう。今日何食べた。今日うまい。今日はね、俺は見ろよ。え、食べていいの。いや、実際本当は美味しい。いや、いいからいいから。力作。うん、おいしい。もやし料理の腕も上がってる。おいしい。もやし飽きたんだよ。そんな食ってなかったけど。確かに。いやいや、うん、うん、美味しい。でしょ。おお、美味しいよ。今が、いや、ちょうどじゃあ今日で折り返してこと。頑張ってほしいし、この企画もらえてよかったなって思ってた。チャンネル登録とチャンネルよろしくお願いします。まだねえ、このエンディングじゃねえか。頑張ります。頑張ってください。頑張って。おはようございます。もやし生活5日目になります。なんか気づいたんですけど、今週結構稼働が多いので、なんかあんまりこうもやし料理を作るっていう暇がないんですよ、ちゃんとしたやつを。で、正直今日オタゲー撮影なんですよ。久しぶりのオタゲー撮影なんですけど、本当は体力欲しいんですけど、もうなんでやっちゃったんだろうな、もやし生活。ここで、まあ、気になるもやしの栄養素なんですけど、まあ、目立った特徴が4つありまして、まずビタミン C、 これは風邪予防とかに欠かせないらしいですね。まあ、夏風邪とかひいてる人多いのでこれはいいかもしれないですね。次にカリウム、カリウムは、心臓や筋肉の血液循環を調整してくれると。
なるほど。で、次に食物繊維。で、これは便秘の改善だったりとか、糖尿などの、生活習慣病の予防になると。で、最後にアスパラギン酸。で、これは疲労回復の効能があると。なるほど。で、ちなみに、もやしを調理するにおいて、あんまり加熱しすぎると良くないらしいですね。なんか僕結構茹でちゃったんですけど、なんか10秒ぐらいでいいらしくて、あんまりやりすぎると栄養素がこう、なくなっちゃうというか壊れちゃうみたいな。はい。というわけで、もやし生活、頑張っていきます。はい。はい、ということで夜になって、今ね、おたけ撮影が終わって帰ってきたところです。ちょ、朝のね、あれしか食べれなかったんで、そう、弁当とか今日持ってってないんですよ。まあ、今日終わって残り2日なんで、まあ、これ食べて、頑張りたいと思います。おはようございます。もやし生活6日目になります。で、今日はね、ちょっと、もやしのこの食感にも飽きてきたので、今日はもやしの天ぷらを作ろうかなと思います。はい、じゃあ入れていきます。できるかな。いきます。おお、それっぽいぞー。すごい、見て、かき揚げやん。よいしょー。おー、あー、おー、いい焦げ目。おい、一つ完成。完成しました。見てください、これ。じゃーん、もやしの天ぷら。すーげー、これ一袋分っすよ。すっごいボリューミーなんですよ。すーげー。いただきまーす。うまい！めっちゃ美味しい！なんだこれ？めちゃくちゃうまいぞ。もうナムルとかだと若干もやしの青臭さみたいなの残るんですけど、天ぷら全然残ってないですね。うめぇ。うまいよ。あ、こいつのおかげでなんかもやしってすげえなって思いましたね。なんか無限大の可能性だなって思いました。今一袋分なんですけど、すっごい多分これ腹持ちいいっすよ。今日ほんともう何も食べなくてもいいレベルぐらいかもしんない。それじゃあね、まあ、もやし生活もあと残りわずかなんですけど、まあ頑張ってっていうか、まあ楽しんでいきたいと思います。はい、ということで、もやし生活最終日になります。ついに終わる。最後はこのもやし4袋を使って、もやしのフルコースを作っていこうと思います。はい、ということで、もやしのフルコースが完成しました。まずはメインディッシュです。これはもやしのたらこスパゲッティ風です。こちら、これ初めて作りました。もやしの味噌汁になります。おいしそう、汁物。これはこの生活中に大活躍したもやしのナムル。こちらは、もやしのバター醤油炒めですね。まあ全部ね、似たような見た目なんですけど、まあいろいろな、ね、種類作ったので、最後おいしく味わっていきたいと思います。はい、それじゃあもやし生活最終日、最後もやしのフルコースいただきます。あいつら、あいつらもやし1週間になる。もやしがあるなら仕方ねえ。もやし1週間生活始めます。おうわ、おいしい。おいしい。うまい、うまい、うまい、うまい。はい、ということで、ごちそうさまでした。美味しかった。いや、美味しかった。というわけで、これで、パワーチャンネルから依頼を受けた僕のお会い生活1週間終了になります。というわけで、明日の結果をお楽しみください。
はい、ということで測定日になりました。はい、お疲れ様でした。1週間はい、ということでもやし1週間終わりました。どうでした、やってみて。1週間食べ続けて、まあ秋みたいな、正直まあ食感とかに飽きたんですけど、もやし自体にはそんな秋っていうのはなかったですね。あ、そう、まあ、やっぱ色々工夫ができるんで。というわけで、まあ早速ね、まあ、もやし1週間食べ続けて、まあ何キロ痩せるのか計測しようと思います。はいはい、それじゃあ早速計測入ります。はい、太ったらどうしよう。太るわけないって。それはないんじゃない、さすがに。じゃあ、なります。はい、くっ、おぉ、おぉ、きたー、待った、700g ぐらいですかね。 700g、 素晴らしい。まあ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 、でも1週間でそれなら。でも普通にこう満腹感とか味わえてたから、うん、食べた上でのこの結果っていうのはいいんじゃないでしょうかね。確かに確かに。1週間ですから。それじゃあ、はい、この結果をパパに報告しましょう。そうだね。こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんにちは。とりあえずもやし1週間終わりました。おめでとう。ありがとうございます。文系さんいないんすか。文系さん呼ぶ。うん、あ、いいですか。おい文系。はい、来い。聞いてんのよ。ちゃんと挨拶しないと。あ、はい。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。え、待って、え、ちょっとなんか笑ってないんだけど、表情がめちゃくちゃ怖いんだけど。うん、え、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。結果としては1週間で700g 痩せました。すごいことだ、動画にした方がいい。いやだからするって。もう一回行こう。いやだから終われよ、お前が。ご飯終わったお前が終われよ。勝手にでもやったんだから、もうパッとかやめよ。え、ああ、まあでもさすがに、まあでもここでやめましょう。うん、え、文系。うるせえ。え、聞こえてんの文系さん。というわけで1週間ありがとうございました。応援もしてくれて、はい、ありがとうございます。はい、はい、しまーす。はい、バイバーイ。はい、というわけで、なんか音赤ですよね。ん、今気づいてます。あ、そうだ。まあこれで僕の毎週1週間生活が終わりになります。本当にお疲れ様でした。はい、パパからもこう、まあもう1週間のパスでもう試合やめようっていう話をもらったんで、まあそうだね、うん、まあ、そこはね、まあ、僕らも大人なんで、まあやめておきましょうって。確かに、はい、ツナでだらついしね。はい、ツナでだらついしね。はい、ツナでだらついしね。そうかね、あずきさんって結構ね、熱いって言うんだよね。あー、てか俺一緒にいる時もさ、そう、めっちゃ熱いって言うんだよ。熱いって。なんかツイートもしてたしね。これはもうやらせるしかないんですかね、もう。それじゃあ、パーパーチャンネル、あずきさん、この夏1週間熱いって言うたびに100円貯金してもらいましょう。まあ100円、なんで100円かって言われても、僕らも100円なんですけど。まあまあまあ、うわ、でも意外に言っちゃうからね。でも熱いっていうのはあんま良くないから実際。はい、というわけで、もやし1週間これで終了。ありがとうございました。お疲れ様でした。強制はしないですからね。で、僕らはもう僕はもやし1週間やってきましたからね。まあまあまあ、頑張って、頑張って、すごい。うんうんうん。やるかやらないかだいぶ変わってくるだろうけどね。まあまあそうだね。今後チャンネルの。また進化が問われる。進化とか、まあ、関係性もね、うん、変わってくる。